ちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽住の本橋です。今日はですね、建築家絶滅CADがっていう感じで、CADメーカーの方が取材に来たんです。YouTube やってるということで、そこでたまに私 CADを紹介してますよね。その私の使ってる CADのメーカーの方ですね。ついでにちょっと聞きたくて、CADメーカーの方に建築士の未来はあるのかなっていうところですかね。建築家の未来ですね。CADメーカー取材が来たので逆取材、必ず私は逆取材しますので、どんどん来てほしいんですよね、いろんな方。建築 CADって今や設計の世界ではなくてはならない。ないと多分設計業務がうまくいかなくなっちゃうんじゃないかな。で、将来的にこの3次元 CADとかが発展していく中で、建築士いらなくなっちゃうんじゃないかなって私はドキドキしてるってところですかね。私がいらなくなっちゃう。建築家の未来ですね。CADメーカーにが取材に来た。メガソフトっていう会社なんですけども、マイホームデザイナーっていうCADなんですよね。取材に来たので逆取材です。私が考える建築家、建築士ですかね、の未来。間取り実況ライブ始めますっていう、ちょっと告知をします。で、最後結論になっていきます。CADメーカーが来た。CADとは、データ上、コンピュータ上で図面を製造するっていうソフトですよね。ベクターデータって、線のデータですよね。イラストレーターも、ちゃんと言えばCADにもなるっていう感じですか。イラストレーター。ちょっと、製図には向いてないんですけど、2次元と3次元がありますよと。イラストレーターなんかは2次元ですよね。2次元CADっていうのがあって3次元CADで、建築CADはそれほど精度がいらないんですよね。建築なんで。1ミリぐらいの精度で。でも有名なのがオートCADっていうんですけど、これ昔からの老舗のCADですかね。オートデスクさんっていうアメリカの会社かな。高いCADなんですけども、これのCADを使うのが憧れでね、昔はね。でも一番私が使ってるのは無料で有名な JWCAD。 これ無料なんです。だから今見てる方も JWCAD をダウンロードして自分で使うことができます。パソコンで Windows 版しかないです。かなり自動化が進んでいるんです。特に住宅系のCADっていうのは、平面図を描くと、もう勝手に窓配置をしてくれたり、勝手に平面図から立面図を起こしてくれて、断面図を起こしてくれて、金ばかり図描いてくれて、構造も起こしてくれて、構造計算もしてくれて、ちょっとまだちょっと入力しないといけないんですけども、で最後見積もりも積算もしてくれるみたいな。平面だけあると、あとはもうほぼ自動化みたいな感じですよね。っていうことは、平面が描ければ、提案ができれば、もう設計士さんいらないですよね。手書きの時代懐かしかったです。私の世代が設計でドラフター使ってる最後の世代なんじゃないかな。90年前半頃からCADに入れ替わっていくっていう中で、私は最初ドラフターでずっと設計してました。懐かしいですね。紙でブルーレーンっていうとか、ドラガーっていうのがあるんですけども、紙なんですけども。トレーシングペーパーですけど、ドラガーじゃなきゃダメだとかって建築家の先生が言ってきて、私が文房具屋でドラガーありませんかとか、ブルーレーンしかないんですよ、ブルーレーン買ってったら怒られたみたいな、ドラガーじゃなきゃダメなんだみたいなそんなマニアックな話もあります。でも多分もう戻れないですね。トレーシングペーパーいらないし、青図って言われてますよね、設計図。それは青焼きするんですよね、あれビヨンって。あの匂いが懐かしいですけども、今はね、プリンターがすごい発展してるんで全然いいのかなって思います。メガソフトのマイホームデザイナーというCADの紹介です。建築専用CADで独自の路線ですかね。理由はインタビューで聞いていただいて、特徴としてはとてもシンプルです。一般ユーザー向けの建築ソフトから発展したというのが良いところですかね。珍しいところですかね。だから逆にプロ向けの方、プロの建築家さんとかは、こんなマイホームデザイナーなんか使わねえよみたいな。私はベクターワークスが使うんだよみたいな感じになってきますけど。なので、でも逆に私はね、こういうシンプルなCADが一番いいなと思ってます。まずはマニアックな取材でした。この方も西脇さんっていうのかな、メガソフトの。もう結構学生時代からきっとマニアックなパソコンオタクだったと思うんですけど、そんなパソコンオタク談義なんかも入れています。まずはメガソフトの紹介をします。こんな感じですね。たまに私の動画で出てきますよね。これは北の家っていう、企画的住宅の仕様なんですけども、こんな感じで、これも間取りを書くと勝手にもう3次元書いてくれるんですよね。だからすごく楽というかですね、1階がこんなになって、みたいな。
だから最初の初期の提案の時はこれを使っていくって感じですかね。で、こうやって間取りを作って最後パースにするんですけど、これもまたデータセンターに送るとパース光の具合とかを性能のいいコンピューターで計算してパースを書いてきてくれるっていうちょっと珍しい方法で、これが出来上がっ、これからそれをレイトレーシングっていうんですかね、していくとこんな感じになります。すごいですよね。じゃあまずはインタビューですね。そうですね、こちらの楽寿さんの、はい、その仕事の、うん、まあ一般的な流れみたいなものを先にお伺いしようかなと思うんですけど、はい、まあ楽寿っていう名前が、はい、まあ漢字で書くと楽な住まい、楽寿ですね、はいはい、楽寿をちょっとラグジュアリーとかけて、どちらかというとなんか IT 系に強い、ああそうですね、ですか。私のホームページも自分で作ってます。おー、それは最初から。最初から、ワードプレスとかですか。ワードプレスですね。そのパソコンは昔から強かったんですか。パソコン強かったですね。パソコンオタクです。私は50です。そうすると、何ですかね、98?FM7 です。あ、なるほど。じゃあ結構昔の、そうですね、マイコンからちょっと、そうですね、パソコンとか言われ始めた頃から、ずっとやられてました。筋金入りの PC フリークというか。オタクですね。1巻。1巻。で、やられてる。2画目とかでとか。たまにやります。上からの俯瞰と段、その場合はそれはまた編集大変なの。いや、それはね、はい、RX やったっていうコンデジがソニーの、はい、それ使った YouTube はこれを出したんですね。結構カメラも好きなんですね。カメラも昔から、子供の頃から好きじゃない。でも結局貧乏だったから一眼買えなかったんですよ。AE1 とか、あ、A1 あれが欲しくてね、はいはい、キャノンも高くて、結局オリンパスに逃げようとするじゃないですか。追加レンズとか、それすら買えない。やっと買えた、大人になる。あ、そうですか。めっちゃ嬉しい。じゃあ大人になるまでは一眼は買えなかった。申し訳ないですね。私はおばあちゃんが一緒に住んでたんで、なんか高校入学祝いかなんかにキャノンの A1 を買っていただいちゃって。憎たらしいな。すいません。A1 ですよね。よかったですね。こんな感じで、そうです、機材とかの写真をまた撮らせていただいて、はい、だいたい公開できたかと思いますので、はい、はい、今日は CAD のメーカーさんが来たので逆に取材をしてみます。まずは会社と自己紹介をお願いいたします。はい、楽寿視聴者の皆さん、こんにちは。こんにちは。メガソフトの広報室で、広報を担当しております西脇と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ質問なんですけれども、まあ、御社の CAD の特徴を教えてほしいんです。まあ、はい、CAD の名前とかですね。はい、はい、3D マイホームデザイナー、それから 3D アーキデザイナープロフェッショナルという、建築 CAD、 建築 3D CAD を中心に開発しております。はい、特徴がありますかね。はい、もともとですね、この 3D シリーズが、発売されたのが1998年ぐらいだったと思うんですけども、 Windows98とかですね、いうのが出た頃に。結構前から出たんですね。はい、その頃パソコンがですね、とりあえずなんかパソコン使ってみたいっていう人たちがたくさん、パソコン購入された時期だと思うんですけど、じゃあパソコンで何か未来を感じさせるソフトできないかなということで、スタートしたのが 3D マイホームデザイナーというですね、
積み木のような形で、うちを作ってみましょうというものだったんですね。なるほど、なるほど。で、このソフト、ジャンル的にですね、チークソフトという。チークソフト、はい、当時、エンテイメント。エンテイメント。はい。って言われたソフトで、教育と、それからエンターテイメントをかけた。なるほどね、そういうソフトのジャンルで発売しておりますので、もともと想定しているユーザーさんが、お子さん、子供さんと お父さんお母さんがパソコンで、積み木細工のように家を作ってみましょうと。で、当時のパソコンのパワーで何か面白いものということで、3D でやれること。でもただその積み木のようなものを作っても面白くないので、家を作ってみようっていうスタイルで始めたソフトなので、もともとプロユースではなくて、はい、まあ、ゲームみたいな、そうですね、遊びみたいな感じから始まった、はい、で、子供でも使えるというぐらいのその操作性が一番の特徴になります。だから私使えるんだと思うんですねわかりました。ね、はい、まあ、ライバル、まあ、あればこういう CADのメーカーであれば教えてほしいな。はい、ジャンル的に 3D 建築 CAD ということで、はい、今ですね、発売されてからもう20年、以上経っているわけなんですけども、はい、おかげさまでスタートはそういうおもちゃのようなものから、スタートしてますが、今は完全にプロの方が使っていただけるレベルまで、成長してます、ね、私使ってます。はい、ただ、そのスタートが9800円でスタートした子供向けのソフトで、それをプロの機能を付け足していくような形でやっておりますので、値段がですね、そんな100倍とかなかなかできない。なので 3D 建築 CAD としては似たようなソフト、同じ機能、あるいはもっと高性能なものがたくさん出ておりまして、そういうふうなソフトがライバルといえばライバルと言えるんですけれども、価格的にですね、ちょっとライバルになりえない価格結構独自ですよね。だからやっぱ元が考えが違うんですよね。はい、でもそれが逆に私はすごい使いやすいなと思ってて。ありがとうございます。なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあ次ですね、今後 CAD ってどんな進化をしていきますかね、未来。そうですね、 3D で建築を、はい、一般の人に、見ていた、一般の方がそもそもね、はい、作れるようにって開発した、で、プロの方がその一般の方に、設計を分かるように伝えるというふうなことで、はい、3D CAD というのは成長してきたわけなんですけれども、これまではですね、やっぱりこの作ったものを、作った側の視点で、それを実際に使われる、建て主の方に見てもらうというのが、その見せるプレゼンテーションの仕方だった、これがですね 1,2 年ぐらい前から、VR っていうのが出てきてですね、で、これは作った側の人が、その VR を住まわれる方に被ってもらって、見てもらうとゴーグルみたいなですね、それはもう作った側の視点ではなくて、住まわれる方の視点で、その設計をリアルな形で見てもらうというのがちょっと一つエポックメイキングな形だったんですね、なので当面ですね、この動きはさらに加速されて、今 VR、この先 AR とか AR、はい、MRMR って分かんないですね、ミクスドリアリティという、AR と近いんですけれども、拡張現実だったりその、混合現実だったりというふうな形で、例えば、建築の予定地に、行って、その AR メガネみたいなものをかけると、その土地の上に、設計されたプランが、立つと、もうそのまま見えるという、風景を画像合成するような形で、現実とその 3D を合成して見ていただく。で、場合によってその敷地をこう入ってガチャッとやるとドアが開いてその建物の中に入っていけると。
というふうなものがまあ確実に今進んでいくんじゃないかですね。なるほど。そしたら分かりやすいですよね。建てる前に、まあ、さら地を見て、はい、実際にドアを開けられてみたいな、はい、でプレゼンをされるときに、どうしても見栄えよくというと、うん、その一棟、はい、外観をきれいに作って、うんうん、こんな感じですよっていう形なんですけど、はい、実際日本は土地が狭いので、うんうんうん、その場所に建てると周りにたくさん、隣地に家が建っておりますので、うん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 、その状況を現場に行くとリアルに感じていただけるし、さすがに2階には行けないでしょうけど、うん、1階のリビングからその外を見た時に隣の何が見えるかとかいうふうなものをその現地で直接その AR や MR のメガネを通して確認することもできるようになるんじゃないかなと思いますね。わかりました。まあその時私はいるのかな。いやいますよ、ね、そんな100年も先じゃないですからもこの5年以内ぐらいで私がすごく心配していることが次の質問なんですけれども、はい、設計者って最終的にこんなに CAD が進化するといらなくなるんじゃないかなと思うんですけど、うん、どう思いますか。それはですね、その建主さんが、人間である限り、はい、設計される方も人間である必要があるなと思っています。やっぱり機械が導き出す答え、うん、まあ、今人工知能が、はい、人間よりも優れている部分はあるかと思いますけども、そうですね、それだけでは多分、住む人にとってピンとこないものっていうのがどうしても出てくると思いますので、それこそそのね、建築士の方が、うん、皆さん同じ、一級建築士試験を通ってこられてるので、じゃ あの本橋さんに頼んでも、うん、他の建築さんに頼んでも結果同じなのかというと、うん、全く違うものができてきますので、それを考えると絶対にその自分が一番信頼できる建築士さんの下で家を一緒に作っていくっていうのが、うん、建主さんにとっては幸せなんじゃないかなと思います、ね、よかった、嬉しいです。ここでもう設計士いらないって言われたらもう首絞めようかなって今思ったんですけども、いい答えでした。無事に帰れます。ありがとうございます。じゃあ最後の質問なんですけども、私の YouTube の感想ですね、あとまあ何かこういう動画作ってほしいとかっていうのがあったら聞いてください。本橋さんのこの楽寿のYouTube は、最初ですね、見た時には何かおじさんがずっと喋ってるなと思ってたんですけれども、はい、ものすごい数、建築のプロの視点で、YouTube の動画を上げていらっしゃって、まあ、今回ですねここに、取材に来らせていただいたのもその動画の中で私どもの 3D デザイナーシリーズを使って解説している動画もあったりして、すごくそれは分かりやすい動画になってるなと、見るの本当に楽しく、見させていただいております。できればですね、はい、今後はさらにその 3D デザイナーシリーズ、うん、マイホームデザイナー 3D アーキデザイナーを使った、動画、これが増えていくことを期待しております。わかりました、頑張って、はい、たくさん使っていきます、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうでしたか西脇さん。そうですね、建築士さんはまだ仕事を奪われそうもないかもしれない、いや私は多分なくなるんじゃないか、奪われちゃうんじゃないかなって思うんですけどね。まあ CAD の歴史と進化って軽く私のですね、私は初期ドラフターを書いてます。手書きでコンピューターなんか設計士使わないんだよって話ですよね。で AutoCAD GX5 っていうのを使って、90年代前半かな。で CAD で騙す商法も結構あってですね、なんとか CAD を、この CAD を入れると仕事いっぱい来ますみたいなので、なんか騙されるんですよね、その私が働いてるところの所長さんで、この CAD を買ったからってうん百万するんですよ。でもこれを使えば仕事がもらえるみたいな、そんな商売もあった時代がありましたね。でドラ CAD っていうのを使って、 JWCAD ですね。でアーキトレンド CAD っていうのが、これが自動、結構自動化される CAD ですね。でベクターワークス、ミニ CAD っていうのがあるんですけど、 Mac を使ってるデザイナー系の方はこういうの好きですよね。何か全然使いにくいんですけどね、っていうか言っちゃいけないか、使いすごい効果で性能がいい CAD ですね。で私は現在マイホームデザイナーと JWCAD、
実施設計は JW 無料の二次元 CAD で、ホームズ君っていう構造計算ソフトとか温熱環境を計算するソフト、パッシブ計算で、建物燃費ナビっていうソフトでパッシブハウス系の計算ができるので、こんな感じ結構 CAD いっぱい使ってるんですよね。すごいでしょっていうと、私が考える建築家の未来です。日本は気候環境が違う、各地の有能な住宅系建築士が集い、不動産知識を持ってほしいんですよ、建築士が、とともに本当に良い家づくりをしていく必要があるんです、これからの建築士はですね。でもですよ、未来に住宅系建築士って本当に必要になるかな。私の主観では CAD がその役割を果たすだろうっていう感じです。お客さんが自分の土地をこんなカメラでピッて見せると、それがスキャンされて勝手にコンピューターに入力されて、で自分たちの要望を言うんですよね。 3LDK がいいわ、パソコンに向かって、そうするとこんなパコパコって勝手に出来上がる。でそれを、あ、このトイレをこっちに動かしたいんですけどっていうと、パソコンが勝手に動かしてくれる。そうするともう我々いらないですよね。その図面が元に確認申請とか構造計算とかしだして、温熱環境とか計算して、もう完璧な間取りが出来上がる。いらないっすね、やっぱり建築士。まあ、その時どうすんだろうって、私は YouTuber になってればいいのかな。結論です。建築家建築士はまあいろいろなんですよね。住宅系もあればビル系とか、もっと複雑なとか高層ビルとかあるので、まあ、住宅系に限っては、住宅系って設計がやっぱりそんなに技術レベルなくていけちゃうんですよね。なので CAD は設計者に欠かせないんですけども、 CAD の方は設計者は不要になっていくんじゃないかなと思います。住宅系に関しては、で資産価値を考えた土地っていう入力を AI が覚えて、断熱、気密、換気、通気、透湿、耐震、耐火、これが全部ちゃんと取れれば、もうこれ全部 CAD で自動でできるんじゃないかなと思います。ユーザーが望む最高の家は将来、未来ですね。CAD が作ってくれるでしょうと思います。その時私はっていうところですかね。まあ、ライバーになろうかなって思ってます。ライバーってなんだろうっていう感じ。冗談ですけどね。間取りの実況ライブを始めます。今年の目標でした。間取り実況ライブ。これは間取りを作るのをすごく価値観を持って言ってる建築士が多いんですよ。間取りは大変なんだよ。私も30代の若い頃は1提案をするのに3日4日徹夜で書いたみたいな提案を出して、ファーストプランですって出して、間取り気に入らないわって言われて愕然とするっていう昔はありましたけど、今ああいうマイホームデザイナーみたいなソフトだと本当に実況程度の時間で実は作れちゃう。だからもったいつけるなよっていう話なんですよね。もっと言うと、私は土地を探す方には土地買う前に必ず間取りしてるんです。こんな人いないでしょ。特に無料でです。これお金もらわないとできませんよっていう、その価値観がよくわからない。あなたたちのその価値観、そのうちもう数年でなくなっちゃうのにな。そういう技術を逆に養った方がいいんじゃない、まあ、いらないんですけどね。できちゃったら自動化が。私はもうほぼ自動化というか早い。まあそういうライブをします。夢のライバーになると。実際に間取りをライブで作るって多分世界初なんじゃないかな。1時間ぐらいで作りたいなと思ってます。一つの間取り構造計算も、もうこの間取りができたら次回はじゃあこれを構造計算かけましょうって言って、構造計算1時間じゃちょっとできないかもしれない。でも単純な間取りに作っていきます。ライブ複雑な、もうすげえ複雑な間取りにっていうような提案はそもそも私しないですし、普段からめっちゃ総2階の家がほとんどなんで、その構造計算も結構1時間ぐらいできちゃうんじゃないかな。耐震等級3の構造計算ってこういうものですよ。温熱環境、断熱の誘致とか UH の計算とかもライブでできたら面白いな。でそれでこんな感じで設計が進んでいくと、まあ、ちゃんとした UH とかができるんですよと。でその時にうちの家のコストも公開しようかなと思ってます。で楽住の仕様も公開しようかなと。まあ、真似してもらってもいいし、特にそんな難しい技術使ってるわけじゃないんで、最初のプレミア動画、最初はもう今第1回の間取りライブっていうのは収録しちゃいました。まあライブだと、いきなりライブだと難しいんで、それはプレミア動画公開でやろうかなと思います。来週あたりかなと思うんですけどね。大募集です。間取り実況で作ってほしいプランもしあったら、まあ、コメントでもいいですし、概要欄に連絡メールの
アドレスを入れておきますので、ぜひこういう間取り作ってほしいっていうふうに募集なんか要望を言ってください。まあ、その時に敷地条件とか敷地面積形状、おおよその想定地域が分かるとその規制とかも分かるん で間取りの要望とかいただければ、まあメールでやり取りして採用される方はちょっとメールのやり取りさせていただいて、実際にその場でライブ作るので、ライブ時に見ていただいてその場で意見言っていただいてもいいかなと思ってます。まあ基本的に私の作る間取りは単純です。だからそんなに複雑な間取りを作ろうと思う、まあご要望があって中庭っていうのだったらそれも作ろうとは思うんですけども、最初に私だったらその中庭いらないんじゃないっていう風になっちゃうかもしれない。はい、今日は CAD の方メガソフトですね、概要欄に入れておきます、アドレスをですね。ぜひホームページ見てほしいんです。で、一般の方も1万円前半で買えるんですよね、 CAD ソフト、このメガソフトさんのマイホームデザイナー、ぜひそれ買って自分で設計してみるのもいいかもしれない。まあそれはそれを持ってって実際に設計士が採用する確率は限りなくゼロに近いんですけど、私も何件かもらったことあって、なんじゃこの階段の位置はみたいな感じで直してあげたりとかしますけどね。そんな感じで、まあ CAD も一般のユーザーが逆に作り始めればそれもそれでいいのかなと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。